大道生命札幌ビルは北海道札幌市中央区北三条西三丁目の札幌駅前通り沿いにある建築物。現在のビルは2020年に竣工した。本ビルは北三条西三丁目の南西側に立地し、南側の大道生命札幌ビル及び北側のコンタクトオフビルを一体で建て替えたものである。 大道生命札幌ビルの旧ビルは1973年着工で当初は1975年3月竣工の予定であったもののオイルショック対策で設立された建設抑制協議会によって物価安定目的で工事が一時中断させられていたことから数ヶ月遅れた。地上12階地下2階で建築家黒川希少の設計。 ビルの中央にギャラリー付きの螺旋階段を配置し、3階に空中庭園を設けそれより上層部に向けて樹木をイメージした支柱を露出させた特徴的な外観となっている。コンタクトオフビルはそれよりも古く、1961年にスノー海間ビルとして竣工している。地上7階地下1階でメインテナントの雪印パーラー。 札幌本店が開業当初より入居を続けてきた。2010年に旧オーナーのスノー会館から2度にわたり転売され、ビルの6階に入居していた岩会がオーナーとなり、コンタクトオフビルに名称変更。その後大道生命札幌ビルの建て替えにあたり、敷地面積が狭いため2016年1月に大道生命が本ビルを取得し、テナントたちの木を進めた。 雪印パーラーは2017年4月9日に退去式とににしさんの太陽生命札幌ビルへ移転したが残りテナントであった札幌美容形成外科とは退去をめぐり軽争状態となったため2016年9月に立ち退きが完了した大道生命札幌ビルの解体を2017年4月より先行し12月にはさらちとなった和解は年内に成立となり コンタクトオフビルは2018年3月末に立ちのきが完了。解体の上6月より新築着工の運びとなった。新築ビルは地上14階地下1階の規模で、うち3階以上がオフィス2階から地下1階までが商業施設。旧ビルを踏襲し、2階には樹木を廃したあいっこいラウンジを設置。高さ7メートルの大型稼働ガラスを備え、 災害時には帰宅困難者の受け入れ場所としても活用するとしている。建築事業費は約88億円。商業施設の名称はミレドで飲食店を中心に道内発出店3店舗を含む15店舗で構成されている。名称は北三条西三丁目にあることから日本語のサンアイヌ語の三北海道の道を合わせて付けられた。 2020年4月24日の開業を予定していたが延期となり、6月18日に全面オープンとなった。地下1階では、旧ビル同様に札幌駅前通り地下歩行空間と接続している。本ビルの竣工をもって、札幌駅前通、北三条通行店四隅の4棟すべての再開発が完了した。ABCDEF お知らせ看板情報第4回。 札幌駅前通り北外区のビル建設、西三丁目川、北海道建設新聞、2018年10月7日、平成29年度第1回景観アドバイス、部会議事録札幌市札幌、駅前通り周辺で、ビルに売買相次ぐ、北に西三一北二条ビルを、北海道エナジティックが7億6000万円で取得、リアルエコノミー、2011年1月26日、 札幌大道生命ビル解体始まる。リアルエコノミー。2017年4月30日。大道生命札幌ビル。2018年6月。着工予定。リアルエコノミー。2017年12月24日。札幌都心地域プロジェクト一覧大道生命。札幌ビルの竣工及び商業施設の開業から。大道生命保険株式会社。 2020年3月23日。北三条四角文化発信。大道生命札幌ビルミレド開業。リアルエコノミー。2020年6月19日。ありがとうございます。